東京都知事選の選挙終了後の日テレやらかし生放送炎上話には裏があった。日テレは各候補の事務所からの生配信を見ながら番組を進めていたが、その前段での雑談や各候補の言葉尻で質問を作成する手法が問題になった。各候補が日テレの放送を見ていなかったため、質問は非常に失礼なものとなり、視聴者を混乱させた。ちょっと詳しく見てみよう。何するところやっぱりここは関心どころですよね。本当にそうですね。まあ、YouTube などでね、非常に、本人の陣営だけではなくて、その、まあ、支援者たちがね、勝手にどんどん動画を上げていって、それが切り抜かれてというね、大変な数の動画が上がっていたわけなんですが、この後ですね、石丸氏にも直接お話を聞く機会がありそうです。よろしくお願いします。はい、先ほど、これ分かんないですね。はい、都民の民意が総意というお話もありましたけれども、今回の選挙改めてどう受け止めているのか教えてください。都民の民意が総意というのはどこの話ですか。先ほどですね、その選挙の結果について、おっしゃっていたと思いますけれども、都民の総意が現れたという言葉もありましたけれども、改めて今回の結果というのを教えていただけますか。都民の選択が明らかになったということですよね。うん、ご自身としては、まあ、いわゆるそれ以上のコメントがないんですけど。なるほど。はい、今回の結果について、風が吹いた、風を吹かせられたというようなご実感というのはありますか。なんかよくその表現を使われるんですけど、一体どんな風を想定していらっしゃるのかというのは興味深くいつも聞いてます。雑談の様子して、そうじゃない、まあ、もちろんね、石丸さんも市長がやってましたけれども、はい、やっぱりもっと新しい風みたいなことを求める層っていうのが、まあ、石丸さんに投票したってことは納得できるかなと思います。今回のこの番組の冒頭で、まあ、何か不満を持っている人というのが多くて、うん、投票率が上がったんじゃないかという古井さんのお言葉ありましたけれども、はい、まあ、そういった層という部分ですかね。そうです、やっぱり、まあ、これお願いします。やっぱりその多分視聴者であるとか、多分都民からすると、まあなんとなくその蓮舫さん2位で石丸さん3位というふうに思っていた人も多いと思うんですけど、まあ現状その出口調査見る限り、どうやら石丸さんが2位らしいっていう、これは率直にそういうまあ結果というか、そういうその出口調査を聞いたときにやっぱちょっと嬉しかったですか。いえ、特に、うん、やっぱりそれは1位はさっきも申し上げた通り、はい、勝ち負けなどという、あくまで候補者目線の小さな話をしてないんですね。うんうん、よろしいですか。はい、これメディアに対する苦言ですよ。うん、そういう煽り方をするから都民国民の意識がだだ下がりなんですよ。いい加減に分かってください。うん、それに関してですね、続けますと、その先ほど石丸さんそのインタビューの中で、今後の政治の活動について聞かれるときに、国政で広島1区から出る可能性について言及されましたよね。それ、その都民からしたら強烈な違和感があったんです。その都民の総意で、まあ、現状出口調査で2位という状況にあるにもかかわらず、その都知事選の選挙まだ開票が続いている状況の中で、国政で広島1区から出る可能性について言及されたということは、結局この都知事選ってただの踏み台だったのかな、売名行為だったのかなというふうに思ってしまったんですけど、この点に関してはどうですか。なぜこんな質問が出たのか、次を見てくださいっていうところになると、どうもはっきりしない。まあ、そのあたりが先ほど古市さんもおっしゃったように、本当に都知事になりたいのか、それとも広島県でやっていきたいのか、国政でやっていきたいのか、何を目指しているのかというところは見えなかった。そのあたりはちょっと残念でしたね。まあ、でも立ち回りやっぱりうまいです。番組に戻ります。結局この都知事選ってただの踏み台だったのかな、売名行為だったのかなというふうに思ってしまったんですけど、この点に関してはどうですか。それは論理が飛躍してますし、ゲスの勘繰りでしかないですよね。先ほど聞かれたので、はい、可能性を言及しただけです。意思はないというふうにも言ってます。はい、文脈は把握されていらっしゃいますか。ごめんなさい、じゃあ改めて聞きますけれども、国政から出る可能性はでもあるってことなんですよね。それは政治家をやっている以上、あらゆる選択肢はテーブルにある、当たり前の話をしているだけですよ。はい、でもただ東京都知事選に出たわけです。しかも国政でもなく、まあそのね、他の市長選でもなく都知事選ってものに、まあ、その出馬されたわけですよね。そこの中で、まあ、こういうふうにこの会見の場でその広島行くから、あれはじゃあ冗談だったんですか。いやいや、冗談ではなく、選択肢として考えられるものは何か。いや、例えばこれでアメリカの大統領選に出るって言ったら冗談でしょ、そりゃ。うん、でしょ。で、実現可能な選択肢の一つを挙げたに過ぎません。それ以上の意味はないです。ただ具体的に選挙区まで挙げたってことはどういう意味があるんですか。質問を受け
質問を受けたのでその一例を返しただけです。だから選挙区も投げたってことは具体性はあるし持ったわけじゃないですか。その点に関してはどうですか。はい、別に広島2区でも3区でもいいんですけども、うん、分かりやすい例として広島1区というふうに申し上げました。すいません、前座の内容がない中で話が噛み合うわけがない。島田さん、日本テレビの小栗と申します。そうしますと、今回は東京都を変えたいということで、選挙に出られたわけですけれども、じゃあ次4年後の都知事選ということも視野にあるということなんでしょうか。はい、先ほどそのように答えています。4年後 の都知事選もあれば国政の可能性もある。ずっとですね、石丸さんは政治家の一層ということを掲げていらっしゃいました。その言葉自体にはこう爽快感というのが一種あるかなとは思うんですけれど、石丸さんが定義する政治家というのはどういったことですか。政治のための政治を行う、党利党略、自分第一、それらを言っているもの、やっているもの、それらを政治家と定義しています。それは石丸さんが例えば東京を良くしたいというだけではない、国政でもいい、広島でもいい、それは政治家とは違うということでしょうか。そりゃそうだと思いますよ、自分で言ってるんですから。それで自分が当てはまってたらシャレにならなくないですか。なるほど。それからですね、出口調査の結果で見ますと、無党派層が誰に投票したかという調査で石丸さんは1位になっていました。で、選挙の神様とも言われる今回石丸さんを支援していた藤川慎之助さんに事前にお話を伺ったら、ネット選挙解禁10年目だと。で、これまで地上戦が5割、空中戦が4割、ネット戦1割という考え方だったけど、これからはネット戦を5割ぐらいにしないとダメなんじゃないかというふうに藤川さんおっしゃってたんですね。これから選挙の在り方というのは変わっていくとお考えでしょうか。それはもちろん変わると思います。時代が変わっているので、テクノロジーも発達してますので、アップデートしていくのは自然ですよね。今回そのネットで関心を持っている人、必ずしも投票に行くとは限らなかったようです。出口調査によれば、石丸さん、高齢者、それから女性に支持の割合が低いという点があるようなんですが、このあたりというのは今後どういうふうに改善していきたいとお考えですか。今後というのはどの範囲でおっしゃってます。今後次の都知事選でという意味ですか。都知事選でも結構ですし、選挙をしていく上で、ネット選挙で だと今の段階では高齢者女性の支持が得られていないということで、そこを変えるにはどうしたいというふうにお考えかという質問です。都知事選に限らない話されていらっしゃいます。はい、都知事選に限らないんであれば答えようがないと思います。だって都知事選の結果について言及されているので、それ以外の選挙だと当然訴える内容も話変わりますよね。いや、石丸さんがその都知事選も選択肢であれば国政も選択肢だということでおっしゃってたので申し上げたんですが、じゃあ都知事選に絞りましょう。都知事選でやっていくときに高齢者、はい、女性どういうふうに取り込んでいきますか。基本のスタンスは変わりません。はい、石丸さん、先ほど政治は受ける受けないで、どうぞですか。はい、受ける受けないで政策出したり引っ込めたりっていうのが有権者を惑わせるんだと思います。石丸さんからは一貫性を感じるんですけど、先ほどその政治家の一層って話がありました。でも一方でその世の中を変えるためには別に政治家にならなくてもできることはたくさんあるわけですよね。起業家であるとか NPO であるとか官僚であるとか、いろんな形で社会は変えられます。そこの中で石丸さんがある種、政治家にこだわる理由ってのは何なんでしょう。いえ、こだわってないですよ。じゃあ別にその可能性として別に国政とか県知事選とかいろんなことが取り出されてますけれども、別に今後のキャリアとして政治家はあくまでもその一つに過ぎないってことですか。一つに過ぎないというか、人生長いですし、いろんな選択肢があって当然だと思うんですけど、そうでもないんですかね。いや、そこの中でじゃあなんで今回都知事選に、改めて聞きますけども、都知事選に出たんですか。はい、別に政治家の一層を変えるなら逆に政治家にならない方が議論として一貫してると思うんですけど、一貫、どういう一貫性をおっしゃってますか。いわゆる石丸さんが批判する政治家と石丸さん自身はどう違うんですか。
なんか堂々巡りになってる気がするんですけど、先ほど定義についてお話ししましたよね。改めて定義を聞いてるんですけど、石丸さんの考える批判する政治家と石丸さんが 今自分が体現している政治家っていうのはどう違うんですか。その定義を聞いてます。同じ質問を今繰り返されてます。さっき答えたばっかりです。もう一回言えってことですか。いやまだ答えてもらってないから聞いてるんです。石丸さんの批判する政治家と政治家の定義、政治家の定義さっき言ったばっかりですよ。整理しますよ。石丸さんはまず政治家ってものを批判してますよね。一方で石丸さんは政治活動をされている、はい、まあ、市長もやってました。今回都知事選に立候補しました。その、はい、批判されている政治家と石丸さんの政治活動というのはどう違うんですか。はい、さっきの定義の話は、だからその定義を聞いてるんです。どう違うんですかっていう定義の問題です。だからどう違うの言葉の定義じゃなくて相違点を聞いてるってことで、石丸さんは政治家を批判してるわけじゃないですか、はい、そこまで合ってますよね。そうですね、はい、一方で政治活動もされてるわけですよね、今ね。もうちょっとまとめて質問します。どう違うんですか。はい、ここでお時間となりましたので、はい、石丸さんお時間いただきました。さあということで、まあ、今の最後の質問に関しては答えていただけなかったということになりましたね。それさっき小栗さんも聞いたじゃないですか、はい、その政治家じゃないですかっていう、やっぱり、うん、答えない人なのかなって印象はやっぱり持っちゃうんですよ。そうですね、いやもちろんそれを見方変えれば真摯ともあるとも言える。普通政治家ってそこで言葉をごまかしたりとか違う角度のことを答えるじゃないですか、はい、まあ、そこである種答えないというのはある真摯ではあると思うんですけど、でもそこはやっぱ答えてほしかったですよね。そうですね、何がしたくて今回東京都知事選に立候補したのかというところも正直ちょっと伝わってきませんでしたよね。そうですね、まあ、あのね、先ほど私申し上げましたけれども、その都民の総意が現れたに関してはそれ以上の説明もまあないと、さらに今後の政治、まあ、立候補選挙についてもあらゆる選択肢があるんだということで、あくまで分かりやすい例として広島一区を挙げたということで、まあ、あまり大きな意味がなかったというような回答でした。前座の内容がない中で話が噛み合うわけがない。全員がかわいそう。まとめ。東京都知事選の選挙終了後の日テレやらかし生放送炎上話には裏があった。日テレは各候補の事務所からの生配信を見ながら番組を進めていたが、その前段での雑談や各候補の言葉尻で質問を作成する手法が問題になった。各候補が日テレの放送を見ていなかったため、質問が非常に失礼なものとなり、視聴者を混乱させた。特に日テレだけを見ていた視聴者は、3人の話がつながっているように見えたため、各候補の回答に対し不満を抱いた。こんな事態に、一体誰が責任を問われるべきなのかが議論の焦点となった。放送局側の準備不足が引き起こした混乱であり、今後の対応が注目される。